MG 小太郎とエール正野グリーンズリフレッシュ、今日もよろしくお願いします。はい、リフレッシュ、リフレッシュ、ちょっと気持ちいい、ね、そうです、リフレッシュ、音で抜けてる感じありますね。いいね、いいですね、ちょっと癒しの、いいね、あ、いいねって自分たちで言いましたけど、ちょっと今日はだんだん収録も多くなってくるから燃え尽きてきた、燃え尽きようがありましたが、でも来た時ね、だいぶ一日中ねお仕事をされてね、ありがとうございます、お時間を、はい、今日はですね、はいはい、あの世界一ふざけた夢の叶え方っていうね、はいはい、本を一緒に書いた柳田敦史君っていうのが、うん、はいはい、いろんなイベントのプロデューサーなんですよ。なるほど。で、柳田敦史さんがプロデュースした、はいはい、まあ、ある言霊の講座、6ヶ月講座の先生に俺感動したの、はい、先生に、うん、石井さんもゲストか何かで、ゲストで、はい、講師として呼んでいただいてたので、はい、まあ、参加してたんですが、なるほど、うん、そのそのイベントのね、はい、ある先生が、はい、もう俺すっごい惚れちゃったの、まあ、男性ですよ、もう生き様というか面白かったんですね、うん、俺もこういう講師になりたい、魅力があったというか、魅力は満載、満載、満載、魅力は満載、もうしかもその先生ね、はいはい、まずね1ヶ月目、はい、6ヶ月講座だから、はいはい、まず一発目の講座、はい、はい、サングラスで現れた、おなんかちょっとまたかっこいい感じの登場、サングラスだろ、なるほど、室内ですよね、そうそうそう、はい、なるほど、で斬新ですね、2回目、まあ、2ヶ月、1ヶ月後の1ヶ月に1回だから半年間、はい、2回目、2ヶ月目、はい、またサングラスを譲らないポリシーがあるのかな、うん、で、はい、俺は気づいたの、気づきました、よく見ると、はい、前回よりサングラスがちょっと薄い、お違うサングラスをサングラスの色がちょっと薄くなって、はいはい、なるほど、若干目が見えるぐらいになってる、お、ちょっと見えてきたんですね、うん、なるほど、でも、はい、さすがに近くで見ないと気づかれないから、まあまあね、遠くから見てる人は気づかないけど、なるほど、近くで見ると分かるわけ、あ、違いが分かるんですね、サングラスの動画前回より、で3回目、2回変わってきました、はい、3回目、はい、さらに度が薄くなって、お、目が明るくなってきた、本当ですか、見えるような変化も当てて感じられてますね、はいはい、4回目、かなり、はい、もう度がなくなってきた、最初と比べたらもう全然違う、うん、で6ヶ月目、はい、5ヶ月目を抜かすんです、 5ヶ月目もっと薄くなって、6ヶ月目は普通の度のない、はい、あの色がついてないメガネ、普通のメガネだんだん薄くなってた、だんだんサングラスの色が薄くなって、なんでですかそれ、6ヶ月かけて、何その変化どういうことなんですか、なんか意味があるんですか、そこに、なんていうのかな、はい、心の生徒との心の距離感をサングラスで変化をつけて、なるほど、表してたんですね、どん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 近づいてクリアになって、サングラスのさ、はいはい、俺もサングラス持ってるから分かるけど、はいはい、サングラスってさ、目が悪い人がサングラスってどう入れるから、はい、あ、そうか、お金かかるんだ、あ、そうなんですね、いわゆる普通のメガネよりもプラスかかるってことですかね、サングラスだと、サングラスでどう入れて、はいはい、6ヶ月分徐々に薄くしていくって、あ、なるほど、お金をかけて、もうさ、はい、表紙はっきり言わせてもらうとさ、はいはい、どうでもいい演出だよ確かに、まあ、確かにそうですね、あの確かに誰も期待してないまあまあそうですね、徐々にサングラスが薄くなってるってさ、ね、壮大なプロジェクトのように見えますけどそこまであの大事なポイントじゃないかもしと思うかもしれない、受けてる方は全く言霊と関係ない見た目ですもんね確かに、でも先生はそこに思いを込めたわけですね、もう俺さ、どうでもいいところにさ、なるほど、そんなにお金をかけてさ、ね、確かにやってる遊び心が、なるほど、しびれた、だって帰るにしてもお店に行ってちょっと時間もかかるわけですからね、うん、お金と時間がかかるわけですよねそこかけてさ楽しいじゃん、まあ確かに上手に目が見えるんだよ講師が、それ気づいたら気づいたら楽しくなっちゃう、めっちゃそうそう、あれって思う、毎月さ確かに1回しか会えないから、そうですね、上手に目が見える、先生の目が見えるようになってるだんだん距離感が近づくような感じで、楽しくないの、楽しいですね、会う楽しみがある、今月はどれぐらい見えるかな、なんか2回目3回目ぐらいであれですね、あ、おやっとできるんですね、1回目2回目ちょっとあれっと気づかないかもしれないけど、そうなんか楽しみになってくるんですね、素晴らしい講師だな、なるほど、うん、地味にだけどこうグッと引き寄せられるエンターテイメント性がありますね、それはやられたと思った、もうだって楽しみでしょうがないですもんね、楽しみです、次はどうなるんだろう、次はどうなる違う講座よりもそっちがまずっていう、そう、会いに行く楽しみっていうのをね、うん、確かに、でももっと驚いたのは、ま、その方の秘書、お、秘書、そういらっしゃるんですね、その方の秘書いたの、はいはい、でその方の秘書は、はい、サングラスかけてたんですね、秘書もかけてたんですね、
でもね、はい、師匠は3月薄くなっていかなかった、なっていかなかったね、うん、そこはやっぱ気を使ったんですかね先生がやってキャラが被っちゃうとね、秘書たるも秘書も同じだったらちょっとややこしくなっちゃうんで、そうそう、いじられちゃう方に秘書の方がいじりやすかったりするかもしれないですね先生を立てたんですかね、そこは。そうだと思う。たそう思いたい。秘書の鏡と思って。そうそう確かに、秘書目立っちゃうとね。そうそうそう。確かに。逆に秘書が変わらないことでも、またちょっと面白みが増しますね。なんか、引き出し役になって、味がちょっと深まってきました。俺ね、そういうの大好き。そういうの結構さ、見逃さないですよね。そういうさ、はい、あの、どうでもいいことなんだけど、遊び心なんですよ。なるほど。確かに。気づかれないところにエンターテインメント性があるのってちょっと引き込まれますよね。めちゃくちゃ引き込まれる、ね、俺その先生大好きだと思った。いや確かに魅力あふれます、ね、もう話するうんぬんの前に話置いといてもうあり方がもうあり遊び心が溢れてる。なるほど。しかも結構割となんかね、日本のなんか英知というかね、はい、こう内容は多分深い内容だと思う。そう、深い内容、はい、そんな遊び心だね、ね、望んでるってね、それはねいいですね、うん、俺も深みと。でもそれ予算かかるよ、かなりかかる。いやそうですよね、うん、毎月やっても時間もね、多少調整とかね、いろいろ。サングラスの動作、はい、目悪い人サングラスって、はいはい、あの平気で 2万とか4万とか。あ、そうなんですね。あの土入りのレンズって高いよ。あ、そうなんですか。ひとりさんのやつもどう入ってるんですか。入ってない。あ、そうなんですね。結構釣りよ。いや、すごいですね。だから下手したらその演出するのにさ、毎月10万以上買ってる。そっか、毎月それだけ。そんなどうでもやばいです、ね、10万以上買ってる。しかもその終わったらもうおしまいだわけですよ、ね、おしまいだよまあ次の講座あれば、まあ、次の木があればね、またあれですけど、まあ、次はまあだんだん黒くなって逆にね、逆に2回受ける人もいるからそっか、難しいね、その塩梅が。またそれ見てみたい、また受けたくなりますね。それなんかいい、え、なんだ、経済効果もありますね。なんかそうそう、あのキャッチーですね、また受けたくなる。それさ、はい、その初デートで俺やってみた。あー、なるほど。初デートで黒いサングラスで目が見えない状態で、はい、なるほど、トイレ行くたびにちょっとずつ目が見えない。なるほどね。でも気づいたら面白いかもね、それ。気づかれるかな、気づかないかな、やってみたい、ね、ちょっと七変化じゃないけど地味なやつね、ちょっとずつ本当に地味なやつ、トイレ行くたびにそうそう、あれ朝と違うくないみたいなどこで気づくか、そう、何回か変えてどこで気づくかっていう検証してみたいですね。みたいな、ちょっとね、地味な演出をね。お金はかかるけどね。そこに、そこを分かってくれる女子と付き合いたい。なるほど。気づき。そこを評価してくれる女子と付き合いたい。細かいところに気づいて、うん、そんなさ、遊び心を。笑ってくれる人がね、うん、いいですね。人類に一番今足りないのは遊び心だよ。なるほど。本当に遊びが必要ですね。遊び心。確かに。うん、何でも遊び、車とかでも遊びがあると言いますかね、ハンドルとかも。うん、大事ですよね。それどうでもいいところに、確かに、あのどうでもいいところ遊び心やっていくと、はい、自分を好きになれるんだよ。確かに、なんか自分で笑えてきますよね。そう、くすってそんな自分を大好きになれるから。確かに、それは本当そう思う。本当にどうでもいいことに遊び心を、はいはい、どうでもいいことこそ本気で言ってほしい。確かに、それはあるかもしれない。そうすると自分を大好きになれる。確かに、誰も気づいてないけど自分だけ楽しい時とかもありますもんね。だってマサだってさ、イベントする時さ、はい、必ずド派手なさ、はいはい、派手なまあ、靴下にしてるじゃん。まあ、靴下は結構僕は柄はもともと好きなんですけど、うん、あの確かにイベントの時は見られる意識もあるのでちょっと意識はしますね、選ぶのは。そういうとこ大事だと思う。それはね、僕も喜んでもらえる人が中には増えてきたので、うん、ちょっと大事にしたいなと思う。おかげで靴下めっちゃ増えましたけどね去年1年間でそういう遊び心ね。いやでも楽しいですよ、もともと好きなだから喜んでもらえてたから、なんか次どれにしようかなとか、やっぱちょっと楽しみになって、自分も楽しいです、選ぶのが、うん、喜んでもらえるかなとかね。それはそういう、うん、遊んでいこう。あ、そうですね、うん、じゃあちょっと遊んでいきます、うん、いいです、ありがとうございます。まあ今日はね、はい、それまあ、遊び心って大事だよっていうことですね、はい、ありがとうございます。というわけで MG 子太郎とエール正野、笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました。